いててビャンビャンビャン。いやー、刹那圭介です。めちゃくちゃ適当でしょ。もう最近すごい適当になってきてるんですね。確かね、これからやらなあかんことって言えば封印道具を探さなあかんのよ。封印道具ですよ。そんなんどこにあるんやって話ですよ。だってさ、この辺い、何これ。まずは神崎家の道具を村の中で探してみよう。わかってる、わかってるんや。探しに行こうとしてるわ。けど気楽に言ってくれるな、お前。ここスーパーとさ、どんだけ探索してきたと思うんだな。これ以上何かあるかねってぐらいです。なんかあるんでしょうか。こっち建物は？え？なんか赤いんが動いてない、これ。何これ？何ですかこれ？赤い動いてますけど、何ですかこれ？こんな時には、犬神様の出番だ。あれ？あ、これか。これ。あ、間違えた、間違えた。これ。よし。こらーボケらーボケーどけーどけーどけんか、こら、カス。どけんか、カス。お前ら、お前らなんか肉まんにして食ってやるぜ。ヒャッハー、逃げろ逃げろ、逃げ惑え、イエーハー。もうずったと。何これ、何これ。あ、これなんか話にあった皿のやつってことは片方見つかったってこと。どれ、これじゃ道具。あとなんか他に何やったっけな。ちょっと見返しとこう、これ。あ、封印道具。書を読ませて、もう一回読ませてよ。もう一回読ませてくれよ。とにかく一つ手に入って、あー、おーいやー。で、はは、で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 、あし、あやし、で、で、で、おーっと。デンジャラスになってきた。このゲーム、デンジャラスになってきた。ってことはさ、もしかしたら、似たような感じで埋まっとんかな、もう一つの方。皿が二つと、なんかもう一つ道具があるって言おったな。埋まっとんか？あれ？でも光ってないんだ、さっきみたいに。あー、青いな。できれば使いたくなかった。できれば、犬神様呼び出すん。あ、だってさ、犬神様呼び出そうとしてさ、その時にさ、お風呂入ろうとした時だったらさ、裸の状態出てくるで。いや、あいつ、常に裸かもしれんけどさ。そういうちょっと、プライバシーっていうか、そういうプライバシー的な時に呼び出したらちょっと失礼だと思うよな。次から呼び出しても、あっ！やった。あった、二個目。え？お寺の、金？え、金の方に、なんか起きとるか。てか、セーブしたい。セーブしたい。セーブポイント。あ、その前に、改正薬も、もうなくなっとっ、ない。改正薬もうない。あー。死ぬ。死ぬ。性格集めたら死ぬ。死こういう時こそ、犬神様の出番だ。お前らは生かしといてやる。ありがとう、お前。それよりも金の方行こう。金ってどっちにある？金どっちやっけ？あれ？金どっちにあったっけ？あ？金どっかあったのに、どっちにあったか忘れた。忘れてもうたやないか。戻ってしまったやないか。やばい。やばい。吸い抜けて、てかセーブすればよかったやん。俺セーブすればよかったのに。でも HP 今度、あー不意打ちやないか。それ不意打ちやないか。ずるいぞ、お前ら。終わりじゃねえよ、終わりじゃ。囲まれたもんね。もう、その辺にやるやつはもう、皆殺しじゃ。ヒッハー、逃げ惑え、逃げ惑え。ヤッホー。あ、そうだ、建物の中にもおったな、そういや。逃げるときに邪魔になるけん、先に潰しておこうパターンやな。あと一人おったんやな。まあよかろう。
金どこだったっけな、ほんと金どっかあったよな、金上の方だったかな。まあそうじゃなくても上に戻ってセーブしたらいけんな。このさ動きを間にもピーンって雷が落ちてさ、目の前にいきなり出てくるとかいう珍事があったらな、怖いんでね。いや犬のやつだったらここは使わざるを得ない。邪魔だ、どけどけ。あと金どこやっけ、おしろ金の場所ここか、ここやったっけ、あれ金ここあれあれ金の場所どこやったっけ。とりあえずセーブやな、ここ駆逐しておけんな。金どこやったっけな、こっちなんか開いてない？え、ああここは開いとったわ。最初から開っとるな。違う違う、それは違う違う。こっちか、あれこっちやっけ。もう金の場所どこや、あこれだこれだよ、さっきなったのはこの金だろうか、それだけ。それだけ金。金なったけんさ、その場所に誰かおるとかそういう話じゃないのかね。あ、こんなんだったっけ、ほら、あれ何かが置いてあった跡があるけど。ふむ、おそらく封印道具の一つだろうな。そんな、なんでなくなってるの。力の痕跡が残っているところを見ると持ち出したのは少し前ということになるな。え、阻止に来てるか、この封印道具を使うことを阻止しに来てるか。一体誰が、八重が気づいて持っていったのか、あるいは別の人間か。前者っぽいけど、いずれにしろ道具がなければ封印はできないだろうな。あと一つだったのに。どうしよう。ガガガ、こうなったらもう俺が八重の魂を削るしかあるまい。お前すごいこと言うね。もう挑戦対決で生きしに行くぞみたいな。でもそれは道賢さんたちの望みじゃないよ。ほう、ならばこのまま封印もできずに友人が殺されてもいいと。それはそうなんよな、サエの命がかかっとんよこれ。わかったよ、じゃああとは犬神さんにお願いするね。よかろう、では道明家に参ろうか。かかかか、え、なにこの展開、まさかなんかどうにかしたらフラグ立てたらマージエンドでさちゃんと封印できるパターンとかあったりするんかな。え、これ一本道か、マルチエンドとかあるんかな、どうなんだろう。え、ところでどこに行こうって言おったっけ今。どこに行こうって言おったっけ、忘れちゃったぜ。え、なになんだおい、なんだよ貴様らは。え、同盟機系、え、同盟機系、え、あれ同盟機系でやけど、同盟系になってなんか同盟系っていう感覚が俺の頭の中であるような。同盟機系投手、あの子はやってくれるでしょうか。六道系投手、我々はまだただ祈るしかないな。道賢、私は子孫を信じよう。四天もいるようだ、きっとあの子を守ってくれるだろう。ほう、あの犬神ですか、それは心強いですね。あとはあの子を見守って結果を見届けよう。うむ、そうですね。お前ら俺にどんだけ探索させれば気が済むんやってぐらいさせたかな、こいつら。で、僕はどうすればいいんだ。待って、僕はどうすればいいんだよ。僕はどうすればいいんだ。なあなあ。ちょっと待ってよ、僕はどうすればいいんだい。結局どうすればいいんやろ。なんかイベント発動させたもんいいけどさ。へえ、あ、何今の、なんか手に入った。え、いきなり何、え、何、あ、木札なんか持っとったっけ俺。あ、片方、もう片方、え、
つまり俺片方持っとってもう片方キグタチに入れた感じ。あ、これここあったんじゃ。多分これがあれなんよな。あの、なんだったっけ。ドーメキ家の家のはめ込まなあかん、二つはめ込まなあかんみたいな、俺が俗に言うたカリオストロの城方式のカリオストロの城方式よったやつのところなんじゃ。そうじゃ、これだ。やった、ようやく見つけた。っていうか案外元の場所に最後に調べたところにあったんかいなって話じゃん。東大元暮らしやん、東大元暮らしやけん。どんだけ探してもらったことか。ほら見てみろや、これはめ込んじゃったよ、はめ込んじゃった。開きました、オープンザドア。うーん、雰囲気全然変わらん。中入っても雰囲気全然変わらんし、キードがちゃんと新しいやつ、綺麗なやつ生やせよ。おい、さーどこ、いないな、さだこいないな、相変わらずさだこいないな。あと中入るだけなんか。なかなか、エスパータイプ、久しぶりに出てきたね。やっと戻ってこれた。いや、あ、これ前作の探索としたところだったんかな、もしかして。戻ってこれたってことは。だって一回も入ったことないもん。そうじゃなかったら一回も入ったことないはずだもん。あれ、前に来た時と少し違う気がする。おそらくこの家、いや、この村すべてが野猿の作り出した世界なのだろう。世界を作り直そうみたいな神そのものになろうとしてるような人間なのか、やれって。そうなんだ、そうなんだじゃないな。そうなんだって言葉で俺はちょっと納得できんな、俺は。だから前に探した時は見つからなかったのかな。やれば殺、やれを殺せばこの世界も崩壊するだろう。頑張って脱出しろよ。カカカカ。お前、一言みたいに自分は脱出する術持っとるんだろ。持っとるんやな、お前。余裕やな。俺にもその脱出する方法を教えてくれ。結構意地悪だね。ほうだね、弥生ちゃん。そうだね、犬神さんも今度からペットフードとかあげないからね。よっしゃ、探索じゃ。ああ、すごいね、君たち。すごい、俺呪われそうな気がするね、俺。あ、鍵かかっとんか。こっち行きましょう。これは、なに、調べようとエンター押そうと思ったらなんかイベント入った。やえ、お母さん大丈夫、小さい頃のやえか。やえかい、大丈夫だから心配しないで。うん、母は病気で寝たきりだった。ん、うん、これを俺に見せて同情を誘ってくるのか。やえはすごいすごい卑怯なやつだ。今のは八重の過去？この家の親は奴の心情世界なのかもしれんな。記憶のかけらを手に入れた。記憶のかけらを集める世界って。なんかそんなゲームあったぞ、他に。記憶のかけらを集めるみたいな。あ、またある、記憶のかけら。なんで？一人は怖いよ。知らんよ、死は恐ろしい。私は生きなければ、生き続けなければ、生きる力が欲しい。え？ってことは、ヤエムの過去は結構悲しい過去だったみたいな感じになってますやん。お、何だい？どこかの鍵が開いたようだ。なんでこのすっごい綺麗なタイミングで開くのかね。お前ら、気使ってくれたんか。八重を助けてあげてっていう導きをしてくれてるのか、お前ら。優しいな、意外と優しいな。でも俺の方をちょっと見つめないで怖いから。というわけで今回はこの辺で終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回から左の方に入っていきます。八重の過去がどんどん分かってくるようで恐ろしいね。バイバイ。ようやく道見家の建物の中に入りましたね。動画上はカットをしまくったんですけど、めちゃくちゃ時間かかったからね。というわけで次回から道見家の建物の中を探索していきます。八重が過去で何があったのかも気になるところです。